皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。今日は沼津市にあります東洋高校さんの1日体験入学と部活動見学のお知らせをします。この東洋高校さん、普通科の6つのコースの中に3ヶ月の留学がある、国際進学コースと1年間の留学がある、留学進学コース、この人気のコースを持つ学校です。まず部活動見学の方ですけれど、7月29日の月曜日から8月4日の日曜日、この1週間で行われます。この1週間が部活動見学ウィークになっているそうです。ちなみに東洋高校さんには28の部活があるそうです。それから1日体験入学ですね、こちらは8月24日の土曜日、25日の日曜日、2日間行われます。時間は9時から12時まで、受付は30分前の8時半から行うそうです。内容ですが、まず授業の体験、それから現役生によるコースの紹介、学校紹介、個別相談、それからチアリーディングやダンス部のパフォーマンスや吹奏楽のミニコンサートなども行われるそうです。申し込みは東洋高校さんのホームページの方からお願いします。今回は沼津市にあります東洋高校さんの1日体験入学と部活動見学、こちらのお知らせをしました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。